チーズをですね極めますから、3種類、作ります。今回はですね、チーズとキノコのグラタンですね。チーズはですねゴルゴンゾーラちょっと苦手だわっていう人は、普通のとろけるチーズでも何でも、使って大丈夫です。もうチーズ好きにはもうたまらない、もうとにかくいっぱい入れてもらってもですね、チーズ臭くならないようぐらいね。まずねキノコ、もうこれ好きな大きさにこう切ってもらって、やっぱ秋はねキノコが美味しいですよ。こういうキノコはねあるやつでいいですよ。あの本しめじとかね、別にキノコじゃなくてもいいですよ。この中に茹でたじゃがいも入れても美味しいですし、でこんぐらいもうこれで、はい、じゃあこれねキノコ炒めていきます。オリーブオイルも何も入れないですから。えなぜかというとキノコはですね焼き目をつけた方が美味しいですからね。でこれほっといていただいて大丈夫ですか。どれぐらいほっとくんですか。で音が出てきてキノコの水分が出てきたら旨味ですから、でこうやってほら音が出てきましたから、ほらほら、そしたら軽く塩ですね。はい、で軽く塩コショウ。もう一切触らないんですね。もう触らないですよ。もうねもう触らない方がいいです何もあの水分が出てきましたらちょっとここに軽くオリーブオイル入れます。先にオリーブオイルと焼き目つかないんですか。つきますけどもすっちゃうんですよキノコがね。すっちゃう、オリーブオイルをすっちゃう。あ、すっちゃう、すっちゃう、これ標準語ですからすっちゃうじゃないですよ、すっちゃうね、はい、でこのぐらいで大丈夫ですもんね、はい、ソースつけますよ。白ワイン入れてくださいね。でこれ火つけます、うん、これ生クリーム入れますね。はい、バターです、はい、あとゴルゴンゾーラ入れます。これはちょっとアクセントにね。普通はねベシャメルソースってあのよく、はい、あのホワイトソースがありますけども、もうそれ作ってるとねやっぱりちょっと時間かかっちゃいますから。溶けるチーズでもいいんですか。溶けるチーズでもいいですよ。もしも溶けるチーズだったら入れなくて最後に溶けるチーズを上にかけるみたいな。あれはあくまでも今日はアクセントで使ってますから。へえ。これソースがほらこれ。え、もうこれだけで完成。これで完成ですよ。でこれでハイ火止めて。もうこれだけで美味しそうですから、ほら。うん、ね、もうこれでお酢とかかけたらもうマリネですから。でこれでこう。へえ。はい。でこれこのチーズ。え。ダブルです。へえ、はい。オーブン、はい。はい。入れます。へえ。オーブントースター大体200度ぐらいですね。はい。何分ぐらい？大体もう焦げ目がついたらこれでもう大丈夫です。はい、もう全部食べれる状態ですから。で終わり？はい、終わりました。一瞬で終わったんですけど。なんで散々簡単なのにしてくれっつってしたら下で。いやー。こんぐらいがいいんだよ。わー、グツグツ言ってる、美味しそうね。うん、もう焦げ目ついてますよ。大丈夫だよもうなんで俺が素人にそんなこと言わなきゃいけないの。だいたい分かるから時間で、まあ、あと30秒です。あと30秒、はい、よし行こう。はい、こういう感じでね。おお、はい、キノコとゴルゴンゾーラのグラタン完成です。これでもパンと一緒に食べたら美味しい。ああ、美味しそう。